はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限りのロマサガ2、続きをやっていきたいと思います。現在皇帝は、帝国軽装歩兵男の、ハーバートになっております。で、前回までで帝国軽装歩兵の女性使ったでしょ。で、帝国領兵の男も使って、宮廷魔術師の男も使って、フリーファイターの男も使って、あとは格闘家を使ったという状況になっております。で、今回さらに帝国重装歩兵と帝国領兵の女と宮廷魔術師の女性と、あとなんか泥棒もう出てこない、こいつのシティシーフの男性を使っている状況になってますというところですね。じゃあまずは何が起きてるか聞きに行きましょう。情報、鉱山で鉱員が倒れていると、収入がなくなりました。平賀の発明家、なるほど。で、ちなみに最初の武器収集のところはチャート組んだんですけど、それ以降は行き当たりばったりになるんで、今回からガチで行き当たりばったりですね。前回はね、まだカンバーランドを制圧するっていうミッションがあったんで、まあ、そこまではね、なんとなく序盤の流れを組んでいくんですけれども、こっからは本当に、まあ、仲間集めをしつつ、まあ、勢力化を広げていくっていう、まあ、当たり前の話なんですけど、そんな流れになります。で、開発はもうクロスクレイモアをね、作っておきたい。弓か。弓も開発したいんだけどね。弓はいいや。体験120万、クロスクレイモア作ろう。で、これはちょっと戦闘をこなして速攻でクロスクレイモアを受け取りましょう。よし、スワーム覚えた。これがね、全体技。ちなみにワームスレイヤーね。クロスクレイモア完成。攻撃力は驚異の55。じゃあルドンの鉱山はやっておきましょう。スネークショット、魔石地帯破壊しよう。で、持っていく。ただ持っててもいいことはないんで、倉庫へ預けます。金89万円か。帝国の木っていくらで作れんだっけ。次、そもそも大学もね、200万かかるからね。出た、大学200万、無理だ。木は50万か。やっておこう。金が足りん。ちなみになんだけど、南のダンジョンどうなってんだろう。まだダンダークいるのかな。見るだけ見よう。いなくなってる。超クソ雑魚になってんだけど、これは稼ごう。幻獣剣も攻撃でいいや。虫使おう。スウォーム、スネークショット先頭に。さてだからね、スネークショットは。スウォーム行け。8、が強いんだ。1体だけしかいなかったから、後ろの方が強いのかと思ったら違った。魔法もね、やっぱり使っていかないといけないんで、そこが皇帝のちょっと辛いところだよね。ホーリーオーダーの女性とか1回皇帝にしたいな。726、めちゃくちゃ経験って持ってた。火の術アップ、やったー。金、すまんな、約束を果たすのに100年くらいかかったよ。これで最後族仲間にできる。で、グリムリーパーを取りに行きたい。ではまずナズエル海峡を越えましょう。で、ここは氷で滑るんで、
下、右、左、上、右、下、タコ、ぶっ倒していこう。クロスクレイモアがやっぱ火力高いからね。で、幻獣剣ももちろん強い。でも風浪剣だけ使ってるんだったらいつまでたっても技覚えなさそう。イロリラの星は悪くないんだけど、ちょっとレベルが低いってか、まずい、強い、敵が強い。全体攻撃2連発かよ。切り落とし使っといてよかった。1993とか。あ、せっけこれさ、突き食らったら死ぬんじゃね。でももう大丈夫でしょ。誰かが先手を取ってくれればいいから、サイドワインダーでしょ。ニラ切り、スティシーフ早い。てかガードされても362か。で抜けて、まずはムーの住処からの古い建物に行きます。氷の遺跡で、ここはもう奥に行くだけなんで、グラスホッパーか。いつも割と強かった気がするんだよね。てか火を鍛えたい。リバイバーはやっぱりあった方が便利だからね。ギリ落とせ。1048とか。ほんと強えわ。今のところ安心感しかないからな。前回が嘘のようだ。何も考えてなかったからね。やっぱり考えるのと考えないのではこんなに差が生まれるのか。どうだっけ。ゼラチナスまた。お前まだ出てくるのか。聞く？そもそも攻撃。危ねえ。電撃は結構ダメージ通るからね。気流として終わりんじゃない？ザコ。スライム系がうっとうしい。クロスクレイモンを使わないと魔法を使わざるを得ないから、火力がだいぶ下がるからね。ライトボールとか超弱い。倒したけど、スタンかなり確率が高いな。ほぼほぼスタンする。これ床を踏んでくシステムなんで、天の技を鍛えるためにちょっとライトボールを使っていこう。魔術師系が今ちょっと余裕があるからね。まだフリーメージ2人使ってないんで、あとホーリーオーダーもいるから。魔術師系中心にやってもな、体験と剣は1人ずつ入れたいよね。クロスクレイマーがマジで強い。ガッチャで、あそこの右にグリムリーパーが落ちてて、でもうちょっと欲を言っちゃうと、巨人の後ろがアメジストの斧なんですよね。斧はまだ使い手がいないから使ってないんだけど、いざ斧を使うときに何も持ってねえって話になるんで、取っておきたいは取っておきたい。あちゃ、巨人倒せるかって言ったらかなり怪しいけどね。巨人はね、一応スタンが効くんだよね。だから先手でスタンが取れれば、まあ、一応攻撃側に攻撃にできるんだけど、今のところスタンの手段が切り落とししかない。体術なんで上がったんだ。さっき選んだのかきっと。でこれはただのちょっとだけ強い雑魚的かな。ただの雑魚的だ。体術になってる。選んだだけで経験点は入るみたいだからね。二段切りに行こう。挑むだけ挑んでみる。巨人もダメだったらリセットする。足絡め持ってればな、また違うんだろうけど。巨人は攻撃が強そう。
ダブダークとどっちが強いかって言ったら、どっちが強いんだろう。いや、うざー。敵の攻撃早いんだよね、みんな。まあ、風浪剣コスパはいいんだけど、なんせ1だから、決定的な攻撃にはなり得ないんだよな。剣の、まあ、短冊切りあたりを覚えてくれるといいんだけど。よし、これでグリムリーパーで、どうしよう。エルダー号は確実にグリムリーパーに変えるでしょ。27、イロリラの星が30。ただこいつ本当に剣なんだよね。今から召喚鍛えるかって言われたら微妙。召喚10まで上がったな。基本14くらいか、今の平均レベルは。どっちを使う、まあ、ケースバイケースでいくか。せっかく手に入れたからグリムリーパー使おう。なんか覚えた、分子分解。これはあれか、スプラッシャー特有の技、殺人兵器。うん、よし、弓もこれで補強されたんで、まあ、あとはちょっと巨人に挑んでみましょう。左の床を踏むと巨人への道が現れるんで。あと腕力とか1違うとどれくらい攻撃力が変わるかだよね。あの足の防具を鍛えたいんですよね。足の防具素早さ上がるんで。みなしねや、効くの超意味で、なんか上に矢が飛んでっただけなんだけど明らかに効かなそうな敵だからな。ちょっとお試しで。巨人強そう、ダンタークより強そう。クワッツァ効けばちょっとやりてえな。分子分解はさすがに無理だろう。ミナシネアも無理でしょう。鍵縫いとか効くのかな。ボスって意外にそういうちょっとした耐性がなかったりするからね。さすがに無理か。切り落としてどれだけ当たる。1000はスタンスだ、やった。巨人は攻撃が遅いか、もしかしたら。0か、無理だな。おとなしく攻撃しよう。呪文切りでいこう。影響にちょっと諦めよう。ミッドブレイク混乱しろ。スタンするんだったら混乱するだろう。よし、スタンした。オッケーオッケーオッケー。今のところ超調子いいぞ。ファイアボールの火力がない。もう攻撃あるのみだ。うお、ミスター。クラッシャーの十文字切りも悪くないからね、攻撃力的には。よし、スタン、めちゃくちゃ効くな。土の魔法を覚えさせるのもありかもな、対スタン用にって。足がらめ、回復させてないからさ、お試しできただけだから。いけ、スタン強すぎる。てかヒットブックいくつあんだよ。切り落としはまだいけんな、全然いけるな。むしろ十文字切りがちょっと厳しいんじゃないって。技ポイント的に切り落とせ。切り落としがなんでスタンが発生するのかよくわかんないんだけど、そんな技じゃなくないっていう。いや強えわ、こいつマジで強い。切り落としのスタンがなかったらちょっと無理だな。でもまあ縛りがなければさ、全員切り落としにしてさ、絶対スタン取れれば制圧できんな。今んとここいつしか切り落としないけど。いやあ、危ねえ。いや、食らった食らった食らった。普通の攻撃で助かった。ウィンドカッターのがちょっとだけ強い。いや、もう回復ができないから。しまった、傷薬をこいつ持たせてない。エアスクリーン、こいつにかけよう。使
少しでも生存確率を上げるスタンスだ。基本スタンスだな。でたまにスタンスしない。糸ブレイク投手なんか弱えな。本当に強いんだけど、あと4回しかできない。一応こっちにも貼っとこう。で、そうか、イロリラの星か。スネークショットやってみよう。4、あ、400だ。強い。オッケー。そのこいつのヒットポイントがいくつあるのかが分からないのが怖いんだけど。十文字切りあと2回だよ。だって切り落としができなくなったら全てが終わるんだけど。ミスった。しかもここまで来てか。1031とかあった。危ねえ。意味ねえよ。よし、倒した。3600とか異常な経験点持ってんだけど、そりゃみんな上がるよ。弓も証券も上がるよ。やったぜ。これでアメジストの斧ゲット。ちょっと見てみよう。いやー嬉しいわー。一応攻撃力が36あるからね、開発していくよりは全然いいかな。金がかかるからね、開発は。でこれ身代わりなんだっけ、減退戦士術的なものが使えるんだよね。ちょっと斧は使ったことないんで。斧って片手なんだ。あ、それもまたいいな。まあ、武装商船団が皇帝に出てきたらちょっと選ぼう。ということで、武器を2つ手に入れました。でちょっとね、収録の方が取れてなかったんで、何をしたかっていうと、テレルテバをとりあえず解放しました。で、ノエルに会いに行くところですね。移動庫、まあ、一回イロリラの星をね取って、古代人から遺跡の話を聞いたんで、来るのは2回目。勝負あり。邪魔するな皇帝陛下。テレルテバは解放しました。確かに塔で何やってたの。我々の時代の古い建物、調べたいことがあったので見張りを置いていた。モンスターはモンスターです。それならよろしい。噂以上の方ですな。シャールカーン、砂漠の戦士、今後は共に戦わせてください。デザートガードを結成し、この付近の守りとしよう。は、砂漠の戦士体験。よし、体験だったらクロスクレイマーを使わせよう。ちょっとツバメの巣を取りに行きましょう。では海ツバメの巣をゲット。こっから帰れねえのかよ。こっから、あ、帰れた。ちょっとサバンナへ行きましょう。こっちから行きます。通してくれ。いいよ。サバンナじゃなくてステップだった。これ地上戦艦。あ、ここがサバンナだ。そうそうそう。アリが襲ってきたらどうしよう。サバンナでもモンスターが増えて大変だ。アリが大変だ。アリだー。入ろう。あと白アリの巣。今行けんの。ちなみにマンターム、ちょっと普通にいくか。マンタームだったら普通の攻撃でいけると思うんだよね。
まあ、上は二段銀で倒す。レベル上げは欠かさず。触手、触手強いよね。193しかない。月光使おう。さてどれくらいの強さか。二段切り、雑魚が、まあ、マッタマ弱い。問題はこのターンソルジャーなんだよな。クロスクレイムまで1回攻撃を挟もう。二段切り240、って158、防御されてるこれ。いやそんなことない、強いんだ。全然攻撃が通らん。ただヒットポイントはそんな高くないか。お、戦機で動いた、やったぜ。お、さらにムム剣、タムソルジャーってかミスってるし。タムソルジャー強いんだ。風浪剣、ちょっと風浪剣使ってるとひらめかないかな。攻撃に転じよう。二段切りからだな、千切り。二段から多段みたいな感じか。一応ちょっと技の空きを確認しよう。大丈夫大丈夫、ちょっと怪しい。うん、まあまあまあ大丈夫だな。お、短冊切りも置く、こいついいな、何気に。襲われている、今助けるぞ。別に助けなくてもいいんだけどね、イベントが終われば勝手に助かるから。なんとなくノリで。なんか覚えないかな、証券覚えたいよな。話してみる。タームに住処を占領されてしまった。餌になってしまった。モール族なんて食ってんだ。君は助けなくても大丈夫。じゃあアリのボス行きますか。クイーン、切り落としとムム剣どっちが強いんだ。わかんねえな、同じ子だな。スタンはしないだろうからちょっとムム剣でいくか。切り落としってほとんどミスんないんだよね。まずはファイアボール。これはもう十文字切りの、千切りか短冊って言ったら千切りの方が強いのか。7だからね、いろいろどうしよう。スネークショットか何か重いのかな。904、普通に強い。ドワンと全員なんだ。100か。1200、ダメだ、ちょっと魔法が弱えな。回復しまった。これ逃げられる。傷口に持たせよう。装備でちょっともうオニキスは回復役だな。傷口が2つのいざとなった時の高級、これでいこう。仕切り直し、ワサポイント足りるよね。で最初はまあエアスクリーン捉えよう。戦闘のやつに7と6は結構消耗したゲッチョー。ほんま274、いやどっちかっていうとこっちの方が助かる。死ななかったし。エアスクリーン、剣からのどうしよう。ただの傷薬でいいかな。傷薬、吸気傷薬に比べて全然回復しないからね、まあ、当たり前なんだけど。まあ、千切りを引いてくれればいいや。おお、全体超音波死んだか。まあ、読み返るだけマシだな。傷薬100だからね。
しょぼすぎる。回復に入るから結構使おう。戦闘敵傷薬で上注文値戦スネーク回復しろ。200骨砕き俺かい傷薬十文字で攻撃に入るか切り落としやってみよう。で高級を一つ使おう。もう回復できねえよ。千切りだと3回か短冊だと4回使えるのか。ちょっと短冊に切り替えよう。どれだけ下がる攻撃だ。うわ全員超音波死んだ。600結構下がるな。高級傷薬でとりあえずは回復で月光で回復に回そう。こいつもうやることない。本当にやることない。エアスクリーン皇帝守れ皇帝を。で十文字いやあと2回いけるから千切り2回やろう。の方がいいよね。全然回復持たせてないな。シティチーフ使える。剣強い普通に。全員かよ。これ意味あるちっぴり。よし倒した。いや結構やっぱボス強えな。完全スカルロット何それ。制圧完了。手先が器用。こいつにアイテムを作ってもらうんだよね。てか宝箱とかなんかないかな。げ開けられてる。これあれか。またやってしまった。え宝箱取られちゃうの。いやもともと開いてたんじゃない。ちょっとわかんねえ。後で調べてみよう。ここの宝箱は生きてるね。4万円微妙。アマムシのローブ9万円6万円サバンナの地下にアリがいた。地底族の話。これでハンター仲間になったね。帝国の勢力か。うおー歴史が進んでしまった。モニカ皇帝にしよう。ここはもうホーリーオーダーいきます。ここでちょっともう魔法を鍛えていく。でアマゾネスも仲間にする。あとどうしよう。フリーファイター女入れるか。そうすると魔法2人きつそうだな。やるぞー。デザートガード入れちゃおう。もうネマーン体験パーティーに入れる。こいつデザートランス覚えられるけど、まあ衣装使わない。でやっぱ兼用員で入れるか。ヒュッポリテ名前が覚えられん。でやっぱり仲間の数の関係で今回フリメジ入れよう。カノープス水入れる。そしていなくなった。ちょっとあと一人シティシーフのマウスちゃんを入れよう。これでいく今回。仲間の数ってさこれ足りる。最終工程に行く前に最終工程に行っちゃえばもう大丈夫なんだけど毎回5人できてるからな。最悪どっかで人数減らさなきゃいけないところがあるかもしれない。で陣形が覚えられるんでパパパパッと後ろの2人術あれちょっと待って待って待って。ホーリーボールってさ自分どこ行くの。いや自分戦闘かよ。狙われやすいとか行動で自動防御か。それはそれで悪くないな。狙われにくい狙われにくい。まあ
この2人も貧弱そうだからな。狙われやすい。あ、自動防御入るんだ。それは悪くないな。ちょっとホーリーウォールでいくか今回。というわけで、では次の工程モニカちゃんで、やっていきたいと思います。やっぱ仲間はね集めてなるべくねプラファイがいかないように。インペリアルガードが作れれば2人増えるしね。まあちょっと何代目工程、これは 1,2,3,4,4,5代目工程モニカちゃん、次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。